日本サッカー界に突如現れた未来のエース候補で、若くしてベルギーの強豪アンデルレヒトへの移籍を果たした選手がいる。その選手の名前は後藤圭介だ。後藤の基本情報。ジュビロ磐田のアカデミーで育った後藤は、世代別代表を U15 時代から経験するなど、中学生の頃から世代屈指の選手として評価されてきた。そんな中で2022年に2種登録としてトップチームに登録され、天皇杯の4回戦の東京ヴェルディ戦でデビューを果たした。その後も継続的なトップチームへのトレーニング参加により評価を高め、2023年には高校3年生ながら正式にトップチームの選手として登録された。そのシーズンの開幕戦である J2 リーグ第1節のファジアーノ岡山戦で J リーグ初出場を果たした。さらにはその試合で2ゴールを記録するなど、クラブ最年少得点記録を25年ぶりに更新した。第5節の清水エスパルスとの静岡ダービーでは初めてスターティングメンバーに名を連ね、前半2分にゴールを記録した。その後味方選手の移籍などに伴い、主力としてシーズンを通してプレーした。第20節のベガルタ仙台戦で通算出場時間の規定をクリアし、プロ AK 役を締結した。2023年11月28日にベルギーのジュピタープロリーグに所属する RSC アンデルレヒトへの期限付き移籍が発表された。後藤の現在、 J2 でもある程度の成績を残せば J1 を経由しなくても海外に行きたいと思っていました。海外に挑戦することが自分の成長につながると話し、2024年1月1日からの1年間の期限付き移籍を果たした後藤は、1月12日にベルギー2部に所属するセカンドチームの RSCA フューチャーズでデビューを果たすと、後半13分に PK で移籍後初ゴールを記録した。昨シーズンの夏にも複数のクラブからオファーが届いていたという後藤は、補強禁止処分中のクラブ事情を考え、夏の移籍をしないことを決断した。その中で冬まで待つと話をしてくれたアンデルレヒトに冬の移籍を決断したわけだが、海外志向のきっかけには2010年の南アフリカワールドカップを見て衝撃を受けた話をしている。4歳にして海外サッカーへの憧れを持ったのだから、念願の海外移籍と言っていいだろう。加入したアンデルレヒトで現在はセカンドチームである RSCA フューチャーズが主戦場となっているが、そのチームは平均年齢が19歳、監督も31歳と非常に若く、後藤と同世代の選手が多く所属している。そんなチームについて後藤は、監督も含めてトップチームに行きたいという人たちが集まったチームですと話しており、高いモチベーションを保ってプレーできるチームだというのがわかる。ベルギーでの生活については、ジュビロで共にプレーした経験のある松原浩選手の紹介で日本人のコミュニティに参加したり、シントトロイデンでプレーする日本人選手やペントでプレーする横田選手などと交流があるようで順調だという。そんな後藤は今後の目標として、まずは1試合でも多くトップチームの試合に出ることです。今年のパリオリンピック、2026年の北中米ワールドカップを狙っています。結果を残せば自然と道は見えてくると思うので頑張ります。まずは A 代表に選ばれるため、トップチームで試合に出続けたいですと答えており、一日でも早くトップチームでのプレーをし、多くの試合に絡んでいくことを望んでいる。後藤の評価。高校時代から日本国内では注目株の一人であった後藤だが、決して楽をして上り詰めた選手ではない。2022年にジュビロ磐田 U18 の選手としてプレミアリーグウエストを戦っていた後藤は、途中出場が多い時期があった。その際にジュビロ磐田 U18 の前田監督は、後藤に求めることについて問われると、チームとしてやっている、ボールを奪いに行くところ、攻撃のところ、良いポジションから動き出すこと、そういう部分を90分間続けてやることですかね。すごく爆発的なものは持っていますが、それを継続してできるかというと、まだ今出ているたけしと京太の方ができるのかなと思って、途中出場が多くなっていますと話し、まだまだ足りないものも多いと指摘した。こういったチームとしての明確な選考基準があることによって、後藤の成長も促されていったのだろう。2023シーズンの最終節を前に、ダゾーン公式 YouTube にて、今週末は J1 昇格をかけた戦い、サックスブルーの若きストライカーと綴り、後藤のプレー集が投稿された。動画には2023シーズンの後藤のゴールシーンなど多彩なプレーが収められており、この投稿にファンからは、メンタルがストライカーに向いてる、未来の有望株、いずれは日本代表に呼ばざるを得ない選手、雰囲気が変わる、高校生感がない、マジで上手すぎる、いつか日本代表のストライカーになってほしい
どれもすごすぎる。高校生ながらトップ選手に劣らないレベルと期待が詰まったコメントが多く寄せられ、高校生ながら日本のサッカーファンの心を掴んでいるのがわかる。アンデルレヒトへの移籍を果たし、現在はベルギーでの日々を送っている後藤だが、2023年の夏の段階では欧州の多くのクラブが注目する選手となっており、オランダ一部のフェイエノールト、イタリアの強豪ユベントス、イングランドプレミアリーグのウェストハムにエバートン、さらにはリーグ屈指の強豪であるチェルシーまでもが興味を示しているという噂が出た。サッカー界においてこのような噂は多く出回るが、日本の高校生にこれほどの注目が集まるのは珍しいことだ。イギリス紙のデイリーメールは、マウリシオ・ポチェッティの監督がまた新たな有望株に狙いを定めたと伝え、チェルシーは世界中の優秀な若手の獲得に忙しいが、現在日本からのレポートによると191センチの後藤に強い関心を示しているとし、このティーンエイジャーは U20 ワールドカップに日本代表として出場するはずだったが、大会開幕直前に負傷した。だがチェルシーは後藤がイングランドや提携クラブの一つで活躍できる身体的特徴とスキルを持っていると認めており、躊躇はしなかったとチェルシーが後藤の能力を踏まえ獲得に動いているとした。さらに同志は得点ゾーンに入る前に深く降りてきてプレーに影響を与えるのを好むという点で、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインに似たスタイルを持っていると分析をし、ワールドカップでの日本の活躍とブライトンの三笘などの活躍によりヨーロッパのクラブはヒーズル君から現れたタレントに注目するようになり、チェルシーのスカウトは後藤を将来が確実な選手と認めたとした。後藤のプレーの評価はかなり高いようで、近年の日本人の活躍を踏まえいろいろなクラブが調査していたことが分かってくる。さまざまな欧州クラブが後藤獲得に乗り出したという噂が出た中で、後藤の獲得に踏み切ったアンデルレヒトのスポーツダイレクターであるジェスパー・フレッドベルグはアンデルレヒト公式ホームページで後藤のことを、ケイスケは多くの可能性を秘めた若いストライカーでかなりユニークなプロフィールを持っている長身だが技術的に優れており得点能力もあるというふうに紹介し、続けて我々は以前から彼に注目していたし、我々のプロジェクトを納得してもらえてとても嬉しく思っている。まずは RSCA フューチャーズで実力を発揮しクラブに溶け込む機会を得るだろうと後藤を高く評価し、期待していることが明らかとなった。ベルギーメディアフェトバルンは、後藤は多くの可能性を秘めており非常にオールラウンドな選手といえる。このストライカーは非常に幅広い武器を持っている。空中戦では相手に脅威を与え、前線でのアクションがあり、テクニックとスピードもある。加えてミドルシュートを放つなどゴールへの嗅覚もあるとしてプレースタイルを紹介し、この点で後藤の成功はほぼ保証されたようなものだが、我々は後藤の経験を重視している。この日本人ストライカーは実力を示してはいるが、それは主に J2 リーグでのことだとして経験値の面での課題を提示した。さらには経験の他に言語も後藤にとって障害となるかもしれない。英語が堪能であるかどうかはわからない。シントトロイデンであれば問題はなかっただろうが、アンデルレヒトも U21 チームも現在日本人選手と契約していない。アンデルレヒトはシントトロイデンではないのだとし、後藤に降りかかる課題についても提示していた。しかしながらいずれの課題も後藤のポテンシャルを開花させるためには乗り越えないといけないものであるのも事実だろう。海外メディアの BNN は後藤のアンデルレヒト加入が決まった際に後藤についての記事を出した。 RSC アンデルレヒトが特筆の動きを見せ、18歳の日本人フォワード後藤圭介を獲得した。サッカー界における将来有望株の一人である後藤は RSCA フューチャーズに加入する。これは欧州サッカーの未来に向けた才能発掘と育成戦略に基づいたものだとし、後藤の2023シーズンのジュビロ磐田でのスタッツを紹介。その上で彼の貢献度はこの数字以上のものだ。191センチの後藤は高い得点感覚を持ち、技術的にも優れているフォワードであることが証明されていると高く評価した。また欧州のさまざまなクラブの関心を引きつけている後藤をアンデルレヒトが獲得できたことはベルギーのクラブにとって重大な意味を持つ。この移籍は完全移籍オプション付きのレンタル移籍となっているとベルギーリーグにとっても大きな移籍であると紹介をした。ここまで大きな遺跡として取り上げるだけに後藤に対する期待の大きさが伝わってくる。ウォルフット.bは、後藤はチームメイトが投げてくるロングボールをキープしたり収めたりする能力の印象が強いとしながら、
密集した状況でも相手の守備陣を苦しめ、侵入する能力を持つ彼の知的なプレーは18歳にして群を抜いていると高い評価をしていた。さらには後藤はトップリーグのチームに加わるのではなく、ヨーロッパに飛び出すことを選んだ。国際的に活躍する若い才能の多くがそうであるように、後藤もまた欧州サッカーのスピードと激しさに適応できるかどうかが課題となる、と今後についても言及した。今回は後藤圭介の評価についてまとめました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。